さんのパーマ理論は、同時で行っていきますので、まあ、パーマ悩まれてる方は南さんの方でも分かりやすいかなと思います。そういうあれね。そういうのやめてください。集まらんかった時ショックやな。ライブ入ります。あと前の方の方は見やすいようにそもそもなんかパーマのちゃんとした基礎的な理論を持ってないからとか、まあ、あとはやっぱりコテが全盛時代なので、なのでどうしてもやっぱりあのカラーをメインにして、エクストリームカット理論ヤベンチャーズセミナー編。ちょっと今黙っときます。マッシュショートなので、今日はマッシュショート聞いてしまうのパーマっていうものを皆さん実際はコテとか巻かれると思うので、少しずつダイレクションかけてってこんな感じですか。こうビフォーアフターがあるんですけど、そのビフォーでもともとワンレンなんですよ。でそれをカットをしてパーマまで持っていくんですけど、そのアフターがもう一緒なんで、ウェイト前上がりで作るマッシュってポトちゃんとか日村さんとかワッキーとかそんな感じですよね。このスタイルって実際もう僕のサロンではめちゃくちゃオーダー多いんですよ。で今日もパーッと皆さん見た時に、割とロングの方とかはワンレンベースでちょっとレイヤーが入ってて、それで巻いてるんですね。まず重要なことが、顔周り、前髪は長いんです。この形の影響を受けてレイヤーが入ってます。そしたら今この声をちっちゃくできるかな。声をちっちゃくしていきます。パーマをこれロングの時に成功させるために一番必要なことはインフォルム。インフォルム分かりますかね。顔周りって言います。成功になるけどさっきアウトラインちょっと入るので、とりあえずよりはパーマの方がでも、メジャーリーグのシーレであれば、それが分かってないから、そうですね、シーレを取らないとできないのか。畠山亮介です。いろんな美容師さんの大多数が女性っていう現状がやっぱりあって、その中でも、やっぱりこうママの美容師さんたちって時間が取りにくい状況の中で、すごくこう頑張ってらっしゃる方とか、でまあ、ママ独特のこう気遣いとかそういうところがすごい僕は勉強になるなっていつもうちのママ美容師もいるので、そういう方になんかこう学んでよかったなと思ってもらえるような今回の回になればいいかなと思っております。例えばなんかそのスタート前上がり風にならないで、青い粉を使ってるのでその結構白っぽく見えるんですけど、実際流すと 17.5 レベルぐらいになってるかなと思います。このスライス取った時点でどれぐらいダイレクションかかるか、どれぐらい後ろに引くかもすでに決まってるんですよ。こうちょっとダウンドしていく、ちょっと上がっていくんですよ。じゃあこれを元に、こういうゴールを元にどうパーマを巻いたらいいのかってことをいこうと思います。前下がりできてれば、例えば7バックの上と少し上がる。この絵なんですけど、3の飯よりボブが好きな枝原純です。日本人がこう日本で働く上でもっといろんな環境を整えたいなとか、なんかこう美容師の価値を良くしていく上で、で多分こう今若い子も頑張ってるんですけど、なんかこうママ美容師さんの働き方とかがすごいこう注目されてると思うんで、なんかそんな中でできることあるかなって考えた時に、その優子さんとつながって、まあ、こういうことできたので、まあ、そういう面では今日はすごくいいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、道具は何使ってもいいと思います。レザーでもいいです、セニングでもいいですし、この時点でかなり髪の毛の密度が増してる印象ですね。マリン酸の効果っていうのはダメージを予防するっていうイメージがやっぱ強いんですけども、プラスアルファタンパク質を、固めて止めるっていう作用が非常に強いです。そもそもね、ハイライトが苦手な人っていうのは髪質とカットラインを理解できてない方なんですよね。で正直じゃあたまたま成功したハイライトってないんですよね。まあ、毛先から塗って根元を止めてください。
人は見てもらってスーパーコントロールしていきますよ。じゃあどうぞ。じゃあ住吉さん。どうぞどうぞ、はい、山崎健吾です。こういった形でこうみんなでこうより大規模ですることができて、なんか本当に嬉しいなと思います。で僕そのオンラインサロンとかもやってるんですけど、まあまあ美容師さんが多いんですよ。なんかそれを見てなんか本当にこう、まあ、家事もやってお仕事もやってお忙しい中でこう目の前のお客さん綺麗にしたいっていう思いのママさんが多いっていうのが本当にすごいなと思うし、尊敬するし嬉しいなと思うんで、この今日開催できてめちゃめちゃ嬉しいです。計算通りするともう全部レイヤーのラインが入るんで、ちゃんと切っちゃう。結構あの見た目の質感も出すっていうイメージですね。僕もドリタメで色を使ってるんですけど、この向田さんの M に関してはあのシステムトリートメントプラスアルファシリコンでのコーティングっていうのが結構強い印象ですね。1の入ったところに次は2を。でもマレインさんですね。マレインさん、マレインさん、ボツ食脂さん、うん、毛髪強化剤によるタンパク質の髪の毛の定着を促すっていう、感じですね。今でだいたい28分、ネープのところを流していきます。当然ね、この分け目の見えるところが一番大事だと思うので、今度は右のサイド、鉢下を流していきます。根元こんなにするわけじゃないんで、根元のここからここは重いまんまなんで。ネタは OK ですか？はい、じゃあ、まあ、だとしたら絶対この明度では収まらないので、ここで求められているのは瞬時に髪質を整えるトリートメントなのかなと思うんで、あの一瞬で整えます。あと低波が7超えてそうな気がしたので 7.8 あります。で、これの低波を落とすのに、アンダーセブンのパウダーアップ X、 いわゆる毛髪強化剤ですね、ちょっと入れましょうね。この化け方、いや、これ治安よし。入れ方は治安悪いですけど。大丈夫ですね。はい、詰まりました。治安よし。ママ美容師の優子です。私はあのアシスタント1年目でママになったので、セミナーに行きたくても行けない時期がすごく長かったんですよ。なのでママになってもセミナーに行きたいママって結構いっぱいいるんじゃないかなとずっと考えていて、で今回ジンさんにお声掛けしたらしていただけて、この今日につながりました。でまたこれからもこういうセミナーを続けていって学べるような機会をどんどん作っていけたらなと思っております。でね、なんかそのママさんたち応援できるようになるべく子供が4人おりましてですね、あ、僕、シャルデスさん、黒木と言います。知ってる、知ってる。やっぱり時間の限りがある皆さんに、ちゃんとマネタイズしていただけるようなお話がしたいなと思ってるんで、うちがどういうサロンなのかってお話をします。シャルデスさんっていう店を立ち上げて、17年、大家さんも家賃払えないから、もう出てってもらうからね。で、契約、翌年の2月、もうそこで打ち切りますから。って言われてました。で僕は基本的に自分のお客様もあのカットやカラーは決めますけど、それ以外は決めないの。じゃああとお願いしますって真似してできる人はもうやってきてる素地がある人なんですよ。真似できひん人は素地がないからなんですよ。例えば初めてパーマーここにこうやって巻くんですよって巻けないですよね。練習しないからです。素地がないんですよ。その素地がないのはもうやってもらうしかないんですね。練習してもらうしかないです。今日は皆さんに 30% まず売り上げを上げてもらうための話をいよいよします。なるほど。そう、何をしてるかというと要はトリートメントなんですよ。トリートメント何やってるかっていうと、まあ、いろいろやってます。まあ、今日もスポンサーさせていただいてるエクストリートメントで、マデナさんのマデナリンゴって書きますね。ここではで、あと水素読めるでしょ言ってる水素で、あとなんや、じゃあカウンセリングする際にお客様って大体、まあ、ホットペッパーのクーポン使って、これ昔の話ですよ、カラーカット、まあ、1万円とかくるわけですよ。でこの1万円のトリートメントカラーカットの人をどうやって3万円にするかですよ。
で、うちでやってるのはまずもう絶対的にトリートメントです。綺麗に見せるのを得意なサロンさん多いと思うんですけど、本質から綺麗にするっていうサロンは多分そんなにないと思いますね。根元から毛先まで、根元の1センチはぼかすんですけど、中間毛先はできるだけ均等に抜く。で、均等に抜くためにどうすればいいかっていうと、まあ、可能であれば途中でチェックで、必要であればオイブリーチをしたり、スライスあんまり厚すぎないようにしてあげると良いかなと思います。ブリーチが 17.5 レベルをきれいに抜いてるので、今回ピンク系とクリアと、あとカッパーとブラウン、単色系は全くいってないんですけれども、それでこういう風にキレキレが入るっていうのは、まあ、本当にブリーチベースをグッと綺麗に上げてるからなんで、アッシュにしたいからアッシュを使ってしまうと結構ね、赤みは取れるんですけど毛先がグッて沈んだりするので、いかにオンカラーをこういう無難な調合でいけるのかっていうのがやっぱ大事かなと。あと時間ある時ゆっくり中の方も見てほしいんですけど、もうオンカラーが超完璧で根元のオレンジ味一切ないんですよ。だからその辺だったり、あとちょっと縛ったりした時の動きっていうのも後で確認してほしいなと思います。あと一つだけ、このブリーチのこう動かした時にこのブリーチベースが完璧なんで、すごく見やすいっていうのがあるんですよ。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。出来上がりがこんな感じで、ちょっと回っていただいて、こんなくるりん、はい、なりました。僕たちのヤベンジャーズのこういう活動が、もちろんね、見ていただいてるママ美容師さんだけじゃない、全ての人にですけど、そういう新しい学びの形っていうものをこれからもお届けしていきたいと、そう思っておりますので、よろしくお願いします。ヤベンジャーズ。僕もこう情報配信とか、まあ、みんなでやっていくと思うんで、ぜひこうみんなで楽しく仕事ができればいいかなと思います。本当に今日はありがとうございました。技術プラスその強みを生かして、今後も美容師を楽しんでもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。いろんな方にこう正しいストレートというか、安心して綺麗を楽しんでいただけるストレートが今後も提供できたら嬉しいなと思っております。今日はありがとうございました。ママ美容師さんね、本当に一番忙しいと思います。もうこうやって向上心持ってやってるっていうのはすごいなと思ってます。これからも頑張ってください。ではありがとうございました。皆さんの意見を聞いてたりして、やっとやってる側でママさんたちがこんな風に思うんだなっていうのもすごい勉強になりますんで、はい、すいません。いろいろこうやってね、介護してもらってますもん。ありがとうございました。ね、ぜひ未来を皆さんで一緒に美しく変えていきたいなと思ってます。皆さんがお育てになってるお子様方が僕たちがいなくなった世界をきっと気にしてくれるんちゃうかなと、そう願っております。今日はありがとうございました。ママ美容さんってすごいなって、パワーをめちゃめちゃもらったような気がしてて、また戻ってやっぱり好きだからやりたいっていう、戻るぐらいだからすごい強い人たちだなってすごい思ってて、はい、だからこういうね、セミナーをこれからも続けていけたら、はい、嬉しい。願望ですか。また一緒にやっていきましょうね。嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。はい、なんかこう発信してて、自分が発信する側になれるようにしながら、なんか成長していけたらいいかなと思います。分かんなかったらうちらはどんどん助けて、手差し伸べて引っ張り上げるので、一緒に頑張っていけたらいいかなと思っております。皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、もして大丈夫です。大丈夫です。ないよ、大きなサイン、大きなサインしてるんですか。どういうことですか。どこがどう卑猥なのか教えてもらって。黒木って書いてるんですけど、これまあいわゆる P マークなんですよね。P マーク、 P マーク、 P マーク、もう今の若い人わかんないですね。 P マーク、 こちらも説明できる。こっち写真です。せーの、じゃあよー。じゃあよー。ありがとうございます。じゃあよー。